マジックドラはスーピンになりました。このナンの3曲です。フラメンツいい形で親番を迎えました。友達おー白暗光藤崎です。いいですね。トップ目ですからね藤崎さんね。流派重なりました。瀬戸熊森山はちょっと厳しい手格好か。はい、これね藤崎さんできればもちろんこのままね、友竹さんの親を1000点でも流しちゃった方がいいんですけど、ラス親なんで、はい、少しでもちょっと点差を広げときたいですよね。合わせられちゃうんで親と積むられて結構親かぶりの逆転負けみたいなのがよくあるパターンなんでね。ということはこれ薬杯あんこだからといって仕掛けて安く上がればいいってもんじゃないってことですか。いやもちろんいいんですけど、そうしたオーラス今トップ目とはいえ友竹さんの上がりも楽にはなるんですよね。そうか、ならばここはできるなら面前で。そうですね、打点もつけたいですね。ただこっつかないんだよな、ドラもないしな。が増えてきましたね。いやもうチートイツのね、はい、イーシャンテンですよね。瀬戸熊プロも、まあ、現在ラス目とはいえ、トップと1万5000点ぐらいなんで、例えば万が一上がれば、まあ、次の曲も万が一とか届いちゃいますからね。ここはドイツのイーマン切るんですね、あのレアンシャンテー戻して、まあ、小さのもさらにもう一回のローソー引きみたいなのありますからね、はい、あんこになったチーピンです。瀬戸熊は重なりません。どうするかな。中盤でも9番待ちになったら強そうですね。9万ですか。はい、またパーが切れたのかなり強いですよ、この9番待ちになったら、うん、あんこになりました。3層です。おお、3個できてる。あ、これ今トップ目ですよ。あの決定打の上になるかもしれません、上がれたらね。はい、残さない。みんなちょっと力入ってきてますよね。はい、あー来た、白三個。そうですね、土そうですよね。バニーは数層が1枚切れています。あれこれ大丈夫ですかな。あ、パーピンタか。あ、この数層
これは出る。藤崎上がりました。しかも2着から上がった。泡大きい、当面のライバルから直取り。いやこれで全然もうマンツもいやみんな届かないですからね。